それでは女子 400m ハードル決勝に出場する選手をご紹介します。2レーン後藤璃花子さん、仙台三温高校宮城。3レーン若松すずさん、新潟医療福祉大学山形。4レーン青木彩子さん、東方銀行福島。5レーン斉藤真理さん、七十七銀行宮城。6レーン大木風磨さん、山形北高校山形。7レーン竹石小峰さん、東方銀行福島。8レーン北真美さん、岩手大学岩手。9レーン川勝月さん、八王子学園高校宮城。以上の8選手によって女子 400m ハードルは決勝です。東方銀行青木さん。